睡眠時の科学的研究、理想の睡眠時間に関する科学的研究が進んでいます。そんなことを徹夜で研究していたら本末転倒ですが、さまざまな科学的研究によって睡眠時間と健康への影響について明らかにされています。一般的に睡眠不足は以下のような健康問題を引き起こすことが分かっています。認知機能の低下として、集中力、記憶力、判断力などの低下、気分の悪化ではイライラ、不安、抑うつなどの症状、免疫力の低下では風邪や感染症にかかりやすくなる、肥満のリスク増加はホルモンバランスの乱れによる、他には心臓病のリスク増加として血圧の上昇やコレステロール値の増加、糖尿病のリスク増加ではインスリンの感受性の低下、がんのリスク増加では DNA 損傷の修復機能の低下などです。一方、十分な睡眠は以下のような健康上の利点をもたらします。認知機能の向上として、集中力、記憶力、判断力などの向上、気分の改善としてストレスや不安の軽減、幸福感の増加、免疫力の強化では風邪や感染症にかかりにくくなる、他に肥満予防はホルモンバランスの調整による、心臓病予防として血圧の低下やコレステロール値の減少、糖尿病予防ではインスリンの感受性の向上、がん予防としては DNA 損傷の修復機能の向上などです。理想的な睡眠時間をまとめたいと思います。科学的研究によると、理想的な睡眠時間は年齢によって異なります。例えば乳幼児14時間から17時間、幼児11時間から14時間、学齢期9時間から11時間、成年期8時間から10時間などです。さらに成人7時間から9時間、高齢者7時間から8時間などです。しかしこれらの時間はあくまで目安であり、個人差が大きいことが分かっています。自分に必要な睡眠時間は、日中に十分な覚醒感を得られ、疲れを感じずに活動できる時間です。睡眠時間を改善する方法も研究されてきました。十分な睡眠時間を確保するためには以下の点に注意することが大切です。規則正しい睡眠習慣を身につける。毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きるようにしましょう。また寝る前のカフェインやアルコールは避けること。カフェインやアルコールは睡眠を妨害する可能性があります。それと寝る前のスマホやパソコンの使用も控えること。スマホやパソコンから発せられるブルーライトは睡眠を妨害する可能性があります。したがって寝室は暗く静かに涼しくしておきましょう。寝る前にリラックスするため、ぬるめのお風呂に入ったり読書をしたりして寝る前にリラックスしましょう。また適度な運動も効果があります。適度な運動は睡眠の質を向上させることができます。最後に、睡眠は心身の健康にとって非常に重要です。自分に必要な睡眠時間を確保し、質の高い睡眠をとるようにしましょう。寝る子は育つのように。